おはようございます。 JR7CVG です。いつもの大川羽鳥県立自然公園内にある、大石農村公園に来ています。あれちょっとなんかこの周波数ダメかな、アンテナはロングワイヤーです。今回はピクニックテーブルを持ってきて、それに足をくくりつけて、ポールで釣り竿で伸ばしてですね、向こうにペグで止めています。まあ立ち木を今回は利用しないで、自分が持ってきたものだけで、立てたっていう感じですね。リグは FT818ND、また5ワット設定でやってみたいと思ってます。先ほど、JTI さんと QSO、ポターアクトされてたんで、QSO できたんですけども、なんかパドルの調整がうまくなくてちょっとご迷惑かけました。なんかちゃんと打てなくてですね、大変失礼しました。
すかさず十メガに救済。大丈夫かな、開いてますか。1.32 か。もうちょい、もう一回。1.32 か。
99SO ですね。やっぱりかっていう感じがして、それは何かっていうと、同じ大川羽鳥県立自然公園内の移動なんですけども、ここの大石農村公園と、向こうの見える、向かい羽黒山があるんですね。向かい羽黒山に白鳳公園って言って、まあ、向こうの公園とこっちの公園を行ったり来たりしてるわけですけれども、向こうの公園は多分なんかここより実はあんまり飛ばないんですよね。山の上でありながら、このロングワイヤーを使っても向こうよりもこちらの方がなんか今のところこちらの方がなんか QSO 数が多いし反応がいいんですよね。まあもちろんあの日ごとのコンディションの違いとか、その曜日とか、時間帯、まあ時間帯は基本同じぐらいなんで、7時から7時ぐらいからなんで時間帯は同じなんですが、曜日の違いによって QRV している曲数が違うとか、まあたまたま、ワッチされる方がいらっしゃるとかいらっしゃらないとか、そういうこともあるかと思うので、まあ、一概に言えないんですけども、何回も行ったり来たりしているこうポタ朝ポタをやっていると、まあ、大体なんとなく傾向がわかるわけで、あきっと向こうはあの山の上でありながら、その羽黒山、向かい羽黒山がちょっとやっぱり南の方とか南西の方邪魔してんのかなっていう感じはしますね。あのこちらの方が、なんか障害物がなく、いいんだなというふうになんとなく感じます。はい、では、今日は金曜日で、週末ですけれども、今日はちょっと会津はあいにくの曇り天気ですね、一日。はい、では今日もありがとうございました。良い週末をお過ごしください。73、それじゃあまた。